なんだか嫌な予感がするタイトルだよ。よし、帰りましょう。お前たちがバラバラになろうとも、それは許さないんだぜ。はい皆さん、頭のネジが抜けてバラバラ寸前の霊夢です。お腹の脂肪が抜けてほっそりしてきたヨウムちゃんだよ。私たちはまんじゅうだから、体はないからな。今日もツッコミ担当、たまにはボケてみたいマリサだぜ。ハッピーホイールズ、名前を聞いただけでなんだかわかる人、両つべ視聴者さんには結構いるよね。かなりたくさんの人が実況してるもんね。このクルクルクールチャンネルは、健全なチャンネルを目指しているので、あれの実況はやりませんよ。その割には、ちょくちょくベルセルクとかのネタや音楽も入れてるよな。ベルセルクいいんです、私大好きなんです。最近アニメ終わっちゃったんだけど、来年の春からまたやるみたいで一安心だよ。今回のシリーズのラスボスのモズクズさんの趣味なんだけど、なんと、車輪式の系です。まさにハッピーホイールズだね。いやいや、健全な動画を目指すんじゃなかったのか。ああ、私にもシンクのベヘリット来ないかな。転生するには、生贄が必要なんだよな。まさか私たちを捧げるつもりじゃないでしょうね。何言ってるの？そんなことするわけないじゃん。そうだよな、霊夢、疑ってすまなかったんだぜ。捧げるものは、一番大切なものじゃないといけないんだよ。つまり、私とマリサよりも大切なものがあるっていうこと？もちろん、私が何よりも大切に思っているものは、この動画を見てくださっている視聴者様だよ。お前はその大切な視聴者様を生贄に捧げてまでゴッドハンドになりたいのか？バカなのは知っていたけどそこまでのクズ野郎だとは思わなかったんだぜ。もういい、今すぐお前なんて奈落に落ちて消えちまいやがれ。二度と私たちの前にその顔さらすんじゃないぞ。はい、一発で正解の土管を引き当てました。ちくしょうめねえ、二人とも、このコースの実況まだ一回もやってないけど、いいの？だってヨウム、このバカが、ああ。マリサ何叫んでるの？作ってくれた人に申し訳ないから、早くちゃんと実況やろうよ。ちくしょうめえ。下や先の方が全然見えないから、どうやって進めばいいのか全然わからないね。あ、これやばい、方向転換デュインと。あ、危なかったんだぜ。すり鉢状になっていたんだな。今度のエリアは、浮き輪がいっぱい設置してあるね。ところどころになんとか通れそうな隙間があるよ。ちょっと時間かかってしまったので、早送りします。はい、余裕で通過できました。だからなんですぐ嘘つくんだ？んと、確か一番最初の方に似たようなギミックの場所があったよね。マリサがバカなこと話してたから覚えてません。お前今日やたら調子に乗ってないか？久しぶりにお仕置きが必要なようだな。はいはい、カットします。クリボー奥の音符に投げ入れるだけだったんだけど、意外と大変でした。一方通行か、もう後戻りはできないんだぜ。私は常に前だけ見て歩き続けます。よし、それじゃあゴールしようか。あれ、ゴールできないよ。どうやら、矢印があるところ以外は何かで塞がれてしまっていたみたいだな。ヨウム、このコースはどうだった？コースのタイトルにビビったけど、内容はお手軽なアクションで楽しく遊べたよ。それでは、いいねして次に行きます。キャッスルオブ、スパイクス。まず最初は膨らみ決まり、バネ出しからのパッピンスピン声なんだぜ。壁を登ってから、ヒップドロップで顔を叩いていきます。そして、また壁キックからのスピンジャンプで、パッピンを使って高く飛び上がります。バネが左右にあるから、気持ちよく走り抜けていくんだぜ。砲弾をくねるように計算されてるから、勢いは弱めないでどんどん行くよ。ここは、パンを使いながら赤コインを素早く集めていくよ。勢い余ってブラックパックンにこんにちはしないようにね。なんと、まさかのスピラン初見一発クリアだな。まあ、特に難しいギミックもなかったし、スピラン慣れてない方でもすぐゴールできると思うよ。それでは、今日はここで終わります。次回あたりから、コース ID もお知らせしたいと思います。